もうこの好きか嫌いかがすごくはっきりしてますので、一回ですね長州さんの話をしてですね、まあ、自分はいい思い出しかなかったんですけど、金本選手は相当ダメだったみたいです。自分は長州ダメですねって言ったので、あ、これも本当正直だなと思いましたね。船木正勝です。今回も質問フォームになります。三代目タイガーマスクこと金本浩二選手との思い出があればぜひお話ししてほしいです。全日本時代に行動を共にされていたと思うのですが、以前金本さんがご自身のチャンネルでプロレスラーになる前憧れたのは藤波さんと船木さんという話をしてらっしゃいました。またアンクルホールドを船木さんの影響で使うようになったとのことですが、それについてお二人の間でやり取りがあったのかも知りたいです。よろしくお願いしますという質問ですね。金本浩二選手、1966年生まれなので、まあ、自分よりも3歳、年上の、まあ、業界の中では新日本プロレスの後輩になるんですけども、まあ、自分の中でですね、その金本選手といえばやっぱりやっぱり三代目タイガーマスクをやっていたと。それがやっぱり一番最初にその金本選手をその知った、ことですね。やっぱりタイガーマスクですから。これ金本選手のですね、その YouTube で金本選手が語っていたんですけども、ある日、合同練習のが終わった後にですね、星野さんから、なぜか、タイガーとこですね、なんか呼ばれたと。何を言ってるんだろうと思ったらしいです。タイガー、いきなりそのタイガー、おそらくお前がタイガーになるんだっていうことを多分星野さんはこう言ったんだと思うんですよね。タイガー。でその数日後にベッドの上になぜかそのタイガーマスクが置いてあったと。このマスクはおそらく会社が用意したマスクだと思うんですけども、誰が置いたんですかね。まあ星野さんが置いたのかわかんないですけども。で、まあ、なんで、自分はこのタイガーマスク三代目ですね、が誕生するかちょっとわからなかったんですけども、調べたら、新日本プロレス創立20周年です。その記念でですね、タイガーマスク一夜限りの復活をさせようという企画が、まあ、上がってみて20周年ですからね。まあ、実際であれば、佐山さんが一夜限りの復活をすればすごく良かったと思うんですけど、まあ、この年はまだ、シューティングとかやってますので、難しかったと思うんですね。当初はですね、このタイガーマスク、一夜限りをライガーさんにやらせようとしたらしいんですけど、ちょうどライガーさんが WCW に遠征だったので、まあ、代わりに金本選手がですね、やることになったと。おそらくその空中回転とかですね、ができるので、金本選手になったんじゃないかなと。まあ、正体が明らかなマスクマンですね。そしてそのデビューというか、横浜アリーナですね。3月1日横浜アリーナエキシビジョン。で、この時の相手がですね、相手がなんと凱旋帰国のL サムライ、松田修選手ですね。まあ、これはどういう、あれで組まれたのか、まあ、せっかくその、エル・サムライ選手が海外から帰ってくるのに、タイガーマスクを相手にするって、ちょっとかわいそうだなと思いますね。サムライ選手よりも、そのタイガーの方がやっぱり目立ってしまいますので、せっかくその凱旋帰国なのに、なんかそのタイガーの相手役にされちゃったみたいな、ちょっとかわいそうな、帰国ですね。サムライ選手。で、これ一回で終わるかと思いきやですね、なんかその評判が良かったみたいで、93年の金本選手海外遠征中にメキシコから呼び出されて、それでその5月の福岡ドームで、なんとライガーさん相手に、正式デビューをして、フォール勝ちをしてしまうという、すごいその期待がかかった、売り出しですね。なんですけど、やっぱり正直なところ、やっぱり金本選手は荷が重かったと言ってます。ただ、上から言われたら絶対服従というかですね、言うこと聞かなければいけないので、仕方なくやっていたと。まあ、これはですね、まあ当時、
やっぱりその新日本プロレスですね、まあ、90年の頭の頃なんで、やっぱりその、そういうしきたりみたいな、その上下関係がすごく厳しかったと思いますので、まあ、これは、本当に仕方ないですけども、やらざるを得ないかったと思いますね。ただまあ自分は、タイガーマスク、もしも仮にですね、その自分がそういうふうに言われたら、やっぱりその、自分はタイガーマスクに憧れて入った人間なので、ちょっとすごく嬉しかったんじゃないかなと思いますね。まあそうやって、まあ仕方なくやってたことなので、やっぱりその、怪我をしてですね、両国の7番勝負で怪我をして、まあこの時の相手もすごいですよ。やっぱりライダーさんからペガサスキットにエディ・ゲレロと、そんなやっぱりそのすごい選手たちとやってましたので、まあそこの時で金本選手、まだデビューして3年とか言ってますので、まあかなりその、実力的にもですね、ちょっとこう、本当に荷が重かったのかなと思いますね。そして、この年末、当時の現場監督の長州さんと話し合いをして、翌年の94年 1.4 東京ドームでライガーさんと戦って、まあデビュー戦の相手ですね、負けたらマスクを脱げと、そういうふうに言われてですね、まあ、脱ぎたかったのか、あえて負けて脱ごうとしたのか、実力で負けて脱いだのか、まあ、それは、金本選手、ご想像にお任せしますと言ってますので、まあ、この辺は、まあ、それぞれのですね、考えということですね。やっぱりその、本人の、不本意にですね、生まれた、三代目タイガーなので、そうですね。やっぱりその、そのまま続けていくっていうことにすごくその、不安を感じていたんじゃないかなと思いますね。まあ、約2年弱の運命でした。本当に2年弱ですね。本当にタイガーマスク、初代も2年と少しだったので、まあ、大体同じぐらいの運命というかですね。まあ、ただ、仮にその自分がもしもそのタイガーマスク3代目やれって言われたら、やっぱり嬉しいですね。被ってたと思います。そして、まあ、それで、おそらく佐山さん、初代の真似もしなければいけないというのも分かってますし、ただ、それができたかといえばですね、まあ、デビュー2年だとすれば、ちょうど16の前、手前でデビューで17、18ですから、まあちょっと調子はよく、ちょうどコッポーとかですね、ライガーさんとコッポーコンビやる前ぐらいだったと思う。あんな感じの時にその3代目タイガーマスクやれって言われても、まあちょっと仮面だけ被った船木正春になっちゃいますから、まあかなり無理がありますね。仮にもしもその、予定通りのですね、ライガーさんがその3代目に一夜限りでも復活、タイガーマスク復活し、ライガーさんが中に入ってたら、異様な体型のですね、タイガーマスク、歴代一異様な体型なタイガーマスクが、出現した可能性もありますね。まあ、金本選手、三代目タイガーマスク、これ良かったのか悪かったのか、ただ、そのマスクを脱いでからのですね、その金本選手の活躍がすごく、際立ちましたので、この2年弱は、プロレスラーとしての修行だったんじゃないかなと。まあ、その成果がその後の活躍となりますので、まあ、2代目タイガーの三沢さんもですね、マスクを脱いでからの活躍の方がすごかったので、まあ、同じような、現象かなと思います。その後ですね、マスク脱いだ後、新日本プロレスで95年 IWGP ジュニア、UWA ジュニアの2冠王者になります。そして IWGP ジュニアヘビー級王座5回、IWGP ジュニアタッグ王座4回で、ジュニア選手初の IWGP ヘビー級王座挑戦などの活躍ですね。まあ、すごいその活躍をして、ジュニアを盛り上げていた、まあ、ライガーさんと2人で、この当時盛り上げていたというふうに書かれています。まあ、そんな金本選手なんですけど、2011年から、突然ですね、なんか契約が、変わってしまったと。その試合数が限定されてしまったと。まあ、話し合いがなんかうまくされてなかったっていうふうに、金本選手 YouTube で言ってるんですけども、
どうですかね、まあ、この年の次の年2012年からその全日本プロレスでその試合するようになって、で新日本プロレスでその試合が組まれなくなってしまった、でマッチメーカーとちょっとその気が合わなかったっていうことも言われてます。でちょうどその頃にですね、全日本プロレスで自分と一緒になったんですけども、どうですかね、マッチメーカーとその気が合わないっていうのと、あとはその会社、そのマッチメーカーがその会社に言ってるのかわからないんですけども、ちょっとその なんとなくですけども、全日本の方にちょっとこう追いやられたような感じで、来たんじゃないかなと思うんですね。ただ自分は金本選手と初めて会った時にですね、金本選手が自分に対して、ファンクラスの中では自分は船木さん派ですからってこう言ってくれたんですね。まあそれを初対面ですね、そう言われたのがすごく嬉しくて。で、アンクルホールドもですね、よく使ってて、まあ自分がそのルッテンから、バスルッテン選手から、そのギブアップを奪ったのを見て使うようになったと。もうそれも嬉しかったですね。タッグを組んだ時は、船木さん今日はダブルアンクルやりましょう。ダブルアンクルってこう、言われて一緒にやったこともあります。で、初めてですね、試合をしたのはですね、確か全日本プロレスの最強タッグリーグで、まあ、自分と河野選手、河野正幸選手が組んで、田中稔選手と金本選手がですね、ジュニアスターですか、という、タッグチームで、試合をしたのが初めてだったと思います。途中からスタックオブアームスとですね、自分の当時のそのユニットに入って、で、本当に毎日のようにタッグを組んだりとかですね、まあ、6人タッグ、普通のタッグですね、組んで本当毎日のように行動を共にしていました。まあ、何回かそのタッグでですね試合をしたこともあるんですけども、敵に回すと厄介な、で味方につけると、まあ、これ以上ないぐらい頼もしい、そんな人です。スタックオブアームスの時はですね、行動も一緒にしてましたので、よくはその試合後に打ち上げがあるんですね。その講演会、講演者の、その講演者の打ち上げにも何度かその一緒に行ってですね、食事をしたんですけども、肉はですね、牛しか食べないと。で、なんで牛しか食べないんですかって聞いたら、とにかくその鳥の見た目、あとは豚の見た目、本当に見た目からして嫌い、で気持ち悪いと、のでもうそんな気持ち悪いものを食べれないっていうことで食べないみたいです。なんかその味とかアレルギーがあってその食べないのかなと思ったんですけど、そうではなかったですね。嫌いだから、とにかくもう見た目からして嫌いっていうふうに言ってました。ので新日本プロレスの合宿場時代はちゃんこですね、鶏豚、かなりの確率で出てきます。牛はですね週1ぐらいしか自分の時代出てませんでしたので、かなり大変だったんじゃないかなと思いますね。何を食べていたのか、もうこの好きか嫌いかがすごくはっきりしてますので、一回ですね長州さんの話をしてですね、金本選手やっぱり長州さんのことは嫌いみたいで、まあ、自分はその長州さんとそんなにその長くですね、その行動というか同じ時代にその現場監督の時とかに、選手でいたことがないので、まあ、長州さんの深いところまで知らないので、まあ、思い出といえばその15の時にちょっとこう可愛がってもらったとか、あとはその復帰して、全日本に来た時に、復帰できてよかったなとですね、こう言われてもらった、そのいい思い出しかなかったんですけど、金本選手はなんか相当やっぱりダメだったみたいです。いろいろ一悶着二悶着あったみたいで、長州さんのことはダメだと、自分は長州ダメですねって言ったので、これも本当正直だなと思いましたね。ので、まあ自分の中のですね正義から外れると、やっぱその容赦しない、前に言ったそのスコット・ホールさんとこうに通じるものがあります。巡業中ですね、まあ、記者の人とか、あとはそのファンの人と、揉めたことも何回か、目撃したことありますね。やっぱりその自分の正義から外れると容赦、相手が誰であれ容赦しないと。まあ、自分が見た感じだと、
ファンの人、まあ、金本選手のファンの人、女性からもモテて、男性からはこう憧れられる、そんな存在ですね。本当にかっこつけない。で、気取らない。で、正直、裏表なし、好きか嫌いか、はっきりしてます。ので、YouTube で、まあ、金本選手がこう喋ってるですね、本当にあのまんまの人ですね。まあ、自分と話すときもあんな感じで、おしゃべりしますので、まあ、そんな感じですね。ので、まあ、3歳年上の、まあ、業界の中で後輩になるんですけども、まあ、自分の中では金本さんという気持ちでいます。まあ、フリーになってからですね、お互いその関西に住んでますので、ちょこちょこその同じ大会で一緒になるときはあることが多いんですけども、またそのどっかの大会で一緒になることがあると思いますので、まあ、その時はまたよろしくお願いします。一緒にその、試合頑張りたいと思います。以上です。今回は金本浩二選手についてお話しました。ご視聴ありがとうございました。